来たってばよ。うん。で、ね、俺たちってば何すればいいんだ。うん。お前たちの任務だが。大変です、綱手様。なんだ、想像し。砂隠れの風かけが暁の者に連れ去られたと、たった今連絡がありました。え？ガーラが？五代目。これより、カカシ班に改めて任務を言い渡す。直ちに砂隠れの里へ行き、状況を把握。その後、砂隠れの命に従い、彼らをバックアップしろ。了解。よし。これよりすぐに砂隠れに向かう。砂隠れまでは結構な距離がある。各自、遅れないように。よし！お？こんなところに。木の葉での用事は終わったのでな。お前たちこそなんだ。急ぎのように見えるが。そのお伝えしたいことが。なんだった？ガーラが？はい。俺たちはガーラを助けるために砂に向かっている途中だってばよ。手まりさんも。ああ、もちろんお前たちと共に行く。ここから砂隠れまではまだ距離がある。急ごう。おっ！Thank you.
砂隠れをまだかよ。ナルト、あんたちょっと焦りすぎ。そんなんじゃ体が持たないって。気に食わねえんだってばよ。ね、あいつらが俺やガーラを狙う理由くらい俺にだってわかる。さくらちゃんももう知ってんだろ。俺ん中にキュービの妖狐が封印されてて、暁に襲われたことがあるって。それはガーラも俺も体の中に化け物を飼ってる。それが目当てなんだ、あいつらは。それが気に食わねえ。俺たちを化け物としか見てねえ。あいつらの好き勝手な見方が気に食わねえんだ。ナルト、ガーラは全部俺と同じだった。一人ぼっちで理解もされなくて。でも俺にはイルカ先生や仲間がいてくれた。だから助かった。だけどあいつはずっとずっと一人だったんだ。たった一人で戦ってたんだ。暁に狙われた。今度も俺と同じだ。それなのにいつもなんであいつばっかりがそんな役回りになっちまう。だからどうしたってチンタラしてらんねえだろ。大丈夫だ、お前の気持ちは分かってるよ。だったら少しでも早く先に進みたいんだ。が、ありがとう、渦巻きナルト。砂隠れまで一気に突き抜けてやる。急ぐってばよ。テマリさん、それに木の葉の方々も。ガーラはどうなった？詳しい話はバキさんから説明があります。皆さん、ひとまず風影様の屋敷へ。おう。バキ、テマリ、それに木の葉の救援部隊か。ガーラはどうなったんだってばよ。残念ながら依然暁に囚われたままだ。追跡部隊はもちろん放っているんだろう。情報は？情報によると奴ら暁はガーラを連れ川の国へと向かったらしい。川の国か。そんじゃこんなとこでチンタラしてねえで、すぐに川の国に行くってばよ、カカシ先生。バキさん、我々はこれより風影奪還の任に入り川の国へと向かいます。すまん、助かる。ナルト、サクラ、俺は今から木の葉に連絡を入れる。その間に二人はしっかり準備をしておくこと。了解。
つい先ほどカカシから連絡があった。暁は風影を連れ川の国へと向かったとのことだ。そこでお前たちにもカカシ藩と同様の任務を与える。直ちに川の国へ向かい、カカシたちと合流。その後互いにサポートし任務をこなせ。わかったな。はっ。よし、川の国まで一日で行くぞ。いえ、大先生、半日で行きましょう。どう考えたって3日はかかる。そういうノリでする会はやめてください。もう。よし、みんな川の国に向けて出発だ。